動画ということで、あと、いっちゃんとはっちゃん、今日は2人揃いでありがとうございます。ぜひね、キャラクターの説明をしていただけますか。はい、茨城鉄道の、キャラクター、いっちゃんとはっちゃんです。パッと見て、これ、何かの文字が作ってるんですけど、わかりますか？何かの文字？はい、ヒントは茨城鉄道です。ということで、いっちゃんとハッちゃんが生まれました。なるほど。このいっちゃんとハッちゃんは、先に生まれたキャラクターはどちらですか？まあ、いっちゃんが、最初です。いっちゃんのお兄ちゃんですね。で、ハッちゃんが後から生まれた女の子ですね。へー、なんか太陽で愛くるしいですね。イベントとかでも結構ご出演されてたりするんですか？いろんなところに出かけてますので、ちょっと無理やりですけど、茨城線の列車の中に乗って、走ったこともあります。なるほど。はい、茨城線といえば、ね、毎年ちゃんと何周年記念というか、ね、記念イベントもしてるんだよね。なのでここでそれに関連したクイズを、ね、出して、最後にいっちゃんとはっちゃんからもお箸のプレゼントをみんなに渡したいという気持ちでクイズを考えてきてくれました。じゃあこれでプレゼントクイズ最後の問題になります。よし頑張るぞというお友達、最後にこの前に出てきてください。じゃあ、いっちゃんとはっちゃんもう2本ぐらい下がろうかな。1、2、OK。 じゃあ、いっちゃん1番、はっちゃんが2番で、お兄さん3番にしてるかな。はい、はい、じゃあクイズは1問です。茨城鉄道に関連したクイズになります。ではお兄さん、クイズの出題をお願いします。はい、茨城鉄道は、平成の11年に開業しました。では何日、平成11年の何月何日に、スタートしたでしょうか。平成11年の何月何日にスタートしたかというクイズです。はい、1番1月1日。1番1月1日。はい、2番が1月11日。2番1月11日。はい、3番が11月11日。3番目11月11日。これだという答えの前に、1番だと思ったらいっちゃん、2番だと思ったらはっちゃん、そして3番だと思ったらお兄さんの前に移動してください。茨城鉄道の開業日はどれでしょう。1番が1月1日、2番が1月11日、そして3番が11月11日です。よし、お兄さん、3番誰かいますか。誰もいません。1番は誰もいないんですけども、みんな2番、1番かな。2番、もう迷わない、大丈夫。1月1日かな、12月11日かな、大丈夫。じゃあもうここだと心は決まってるみたいなんで、お兄さん正解発表お願いします。はい、じゃあ正解のキャラクターさん、ジャンプ。はい、はい、正解は2番あっちゃんです。1月11日です。おめでとうございます。じゃあ本当に正解者がいっぱいいるんで、ここもお兄さんとじゃあじゃんけんをして、はい、勝ったお子様お二人にプレゼントということで、はい、皆さんじゃんけんの準備をお願いします。手を大きく上げてくださいね。はい、で、残念賞の中にも参加賞としてカンパッチを、いっちゃんかはっちゃんのカンパッチをプレゼントします。いっちゃんとはっちゃんのカンパッチ、残念賞ありますので、負けてもね、後でお渡ししますね。じゃあまずじゃんけんいきましょう。最初はグー、じゃんけん、はい、進めてください。
開業16周年ということですので、またワンコインを開業する予定です。ぜひ皆さん、私たちの方をご視聴ください。もしかしたらイベントでいっちゃうかっちゃんにまた会えるかもしれないんでね、みんな1月11日は茨城鉄道の日と覚えて帰ってくださいね。ありがとうございます。ありがとうございました。さて、この後ですが、いっちゃんとかっちゃんは休憩入るかな、入りましょうか。